ってさ本当にイッチーって面白いし可愛いし完璧だよね。ねえ、もう私もイッチーみたいになりたいなそんなにおだてても何も出ないぞ。もう本当に言ってるのに。まあまあ、イッチーは恥ずかしがり屋さんなんだよ。ほら、あなたたち、もうチャイム鳴ったでしょ。静かにしなさい。なるさん、ドミさん、全然完璧なんかじゃないんだけどな。私の名前は高橋一花、イッチって呼ばれています。クラスでは友達が多い方で何も悩みがなさそうとよく言われるんだけど、実はめちゃくちゃ悩んでます。そう、おっぱいのことである。はあ、なんで私はということで、今日は転校生を紹介します。ちなみに男です。男、女子しかいなかった学校に男が入ってくるなんて。おっぱい。じゃあキモイくん、挨拶してちょうだい。キモイオタクです。よろしくでーす。男ってあれか。私の青春がかっこいい。え？どうしよう、付き合いたい。どうしよう、もうつけちゃおうかな、告白しとくかな。ちょっとまだ早いと思う。まだ早いかな。うん、絶対早い。まだじゃない、まだまだ。そうだよね。じゃあちょっと後で話しかけに行ってこうよ。あの今お話できるかな。うん、いいよ。なんで私と。それにしても調べても調べても全部やったことあることしか出てこない。筋トレだってしたし、豆乳だって毎日飲んでる。なんで大きくならないんだよ。イッチーさん、イッチーさん。あ、ごめん、なんだっけ。イッチーさん、悩み事があるでしょ。私にはわかるんです。お任せください。僕が全てを解決してみせます。次の日。昨日のキモイくん、何だったんだろう。任せてって言ってから急に帰って、今日だって来なかったし。イッチーさん、お待たせしました。完成しました。え、何これ。これはイッチーさんの悩みを解決する薬です。解決する薬って、なんで私の悩み知ってんのよ。僕天才なんです。さあさあ飲んでください。ほら、なんか怖いよ。いいじゃないですか、ケチ。ぐいっとほら。2人とも
イさんが僕の作る特選教育を飲まないっていいでしょ。え、イッチ、それはひどいよ。え、じゃあ私が飲んでいい？え、私が飲む。じゃあ僕が飲みましょうかね。どうぞどうぞ。いや、これはイッチさんが飲む流れですよ。じゃあ、飲みますよ。何が起こるんだろう。してるし、ビタミン取らないと。いや、胸でかってか、どこの学校の先生？おっぱいだけじゃなくて、話し方まで女性みたいになってる。でもそんなところも素敵。おっぱい、本当にキモイ君には私の悩みバレてたんだ。イチさん、次はイッチさんが飲む番ですよ。イッチ、そんな危険そうなものを飲む必要ないよ。そうだよ、みんな胸のないイッチが好きなんだよ。あ、そうだよね、巨乳のイッチなんてイッチらしくないよね。イッチ、そうそう、危なかった、キモイ君のライバル増えるところだった。イッチさん、飲まないんですか？うん、でもありがとね、キモイくん。別に僕はイッチーさんはそのままでも素敵だと思いますよ。あ、じゃあ次移動教室だから行こうか。あ、行こうか。うん、行こうか。ってなんで私の…な、ごめん。